为什么我们会加分？为什么我们会有补助金可以拿？奖学金可以拿，是因为你们用了我们的土地，我们给你用我们的土地，所以你要给我们钱啊！为了你用土地干嘛？我原住民呢，我还让你在我们开店，怎么给你们什么政党什么小的，你们这样弄，哎，这地是我们的，那我们加分合理吧？历史高点的，对，然后他们又拿那个去刁我们原住民，我就觉得很不舒服。今回台湾大使館もう一個あったのは135問題。あの原住民のやつ。あれも一応 CM。俺も原住民なんだよ。だよね。あれ坂本さんどこの？俺アメ族。それ出てきた時にね、俺も思ったんだよね。まあ音楽だし、言ってもいいんだけど、でも音楽じゃないと言っちゃうとまずいんだよ、俺。为什么我们会加分？为什么我们会有补助金可以拿？奖学金可以拿？是因为你们用了我们的土地，我们给你用我们的土地，所以你要给我们钱啊！为了你用土地干嘛？我原住民呢，我还让你在我们开店，怎么给你们什么政党什么小的，你们这样弄，哎，这地是我们的，那我们加分合理吧？历史高点的，对，然后他们又拿那个去刁我们原住民，我就觉得很不舒服。就很像我读国小的时候，我们以前上课我们都讲阿美语嘛，太好了，讲一次我来的。可是你到学校，你讲一次母语罚10块钱。坂本さんの時代も？所以我们要在学校讲中文，然后讲到国中的时候，你拿三包辅助金，你会讲原住民话吗？你们以前不是记住我们讲吗？没有，现在你要会讲原住民语才能加分，才能拿补助金，多无聊。对，所以我就觉得你们那平地人在我们原住民叫做摆烂。为什么叫摆烂？摆烂，拍烂，坏人的意思。对，所以我们在那边叫拍烂。对啊，就是这个意思啊。可是以前我们日本，我们原住民跟平地人共通语言是日本。你要买我的米，因为我们是做农的，我们是种田，你要买我的米就用日本讲话。所以我记得我小时候有那种平地人来我们要卖水，台北のやっぱそのエリートからしたらそういった環境は想像しにくいのかもしれない。对啊，所以在他们唱，可能他没有那个感觉。可是对我们平地来讲，说你在讲什么东西？你知道这个严重性吗？对啊。だその大事なのはさ、まあラッパーはラッパーだからパンチラインさ、人を攻撃することはあるけど、まずラッパーの前にアーティストだし、その前に人であるっていうこと。对啊，それをだから如果你想红，你就不能有那种情绪サービスとか、いろんなサービスとか，就全部要拿掉，因为你是公众人物。是。对，你今天的一句话是所有人，都会知道。今そのさ、今の時代 TikTok とかもあるし、对啊，ぶっちゃけ多分人種差別しても売れる時代ではあると思うんだ。だけどみんながどういうアーティストになりたいか。それは本当に大事で、まあ彼らは彼ら、例えばそのニュースになって、でそれで一応ファンボーしてたじゃない。別にそれはラッパーだからどうだみたいな。わかる。そのファンボーもわかる。でもじゃあお前は一人の人としてどう生きたいのかっていうこと。それは俺もこの動画見ても思ったわけ。その今真似して再生回数稼げるわけ。だけどじゃあお前ラッパーとしてどういう人間になりたいのか。それが見えないわけ。そう。めっちゃ。で、だからこういうユーチューバーになるために人を下げるとか。まあ俺らはそういうラッパーとかアーティストにはなりたくないよねっていうことをちゃんと表明したい。そう。だからそのラップができるっていうか、ラップのまあ試合だからさ、いろんなネタを使ったりするだろうけど、でもやっぱりアーティスト、自分はラップを通して何を伝えたいのか、曲をなんで書きたいのかとか、どういう人間になりたいのかっていうことを。まあ人間の B サイだから。没错。そう、ラッパーの B サイも最後は人間の B サイだから。俺らは人間の B サイに参加してる上でラッパーの B サイに参加。俺らもいろんな文化を持ってるから。ね。そう。カルチャーをつなげて、面白いものできたり。ね。だからみんなで台湾ヒップホップいろいろ討論も問題もあるやけどしながら大きくして良くしていけたらな。そう。話すことが大事。ね。ね。ぜひよ。何か言葉教えてください。あらい。
洗洗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